これからヤフーニュースにいっぱい乗りまくるということです。皆さんごきげんよう、シライムです。今回は大阪に食い倒れ一人旅に向かっています。大阪はイベントできたことはあるけど、ほとんどとんぼ帰りが多くて、なかなか観光する時間がなかったから、気になってた美味しいものを食べ尽くそうと思います。まず新幹線でよく食べるのはこの縁側の押し寿司。身がプリプリで美味しいんだなぁ。蓋に醤油をつけてかぶり、あ、うまい。まあやっぱ縁側ってたまんないよな。あ、ちなみに今回はグリーン車に乗ったんだけど、裏技を使ってプラス1300円だけ上乗せで乗れちゃいました。その裏技はまた後で教えるね。あ、行ってきます。基本的には新幹線で移動中はスマホゲーですね。はい、ということで、新大阪駅に着きましたんで、大阪といえばたこ焼き屋ということで、美味しいたこ焼きを見つけに行きたいと思います。やっぱね、まあ、大阪に来たらまずはたこ焼きですよ。でもね、こうたこ焼きを食べに来てるけど、やっぱ周り見渡すとすっごいいろんなご飯屋さんとかお店があるから目移りしちゃいますね、いろんなね。つけ麺もいいな。あー、つけ麺、あー、ラーメンもいいけど、あー、はい、ということで焼きたてです。焼きたてのたこ焼きを食べに来ましたね。今日はね、わなかさんというね、お店でいただきます。塩たこ、大阪のたこ焼きやっぱ出汁が効いてるから、もう、ね、塩だけでいいのよ。ああ、ほんま大阪旅行予約してよかったわ。実は今回 JR 東海のずらし旅プランで予約したんだけど、新幹線往復料金と同じくらいの値段なのに、ホテルや選べる体験クーポンも全部セットでついてくるから、めっちゃお得な旅行ができるんだ。しかも片道プラス1300円でグリーン車にアップグレードできる。これが冒頭で言った裏技ね。旅行や遠征の時はずらし旅がおすすめですよ。いろんな体験クーポンがあるんだな。お？観光チケットか。え、っていうかこんなにあるんだ、クルーズ船。へえ、これどれにするか迷っちゃうな。そうだな、これに決めた。はい、たこ焼きもね、今ねいただいたとこなんですけども、まさかの出来事がありまして、たこ焼き屋さんでバイトしている男性から声をかけられました。その後しかも女性の方に声をかけられました。よくわかるな。いや、俺も売れたもんだな。ありがたいことです、本当にね、いろんな方に知っていただいて。はい、ということで次の目的地に行こうと思います。はい、さあ、ということでやってまいりましたのですね、梅田スカイビルという場所でございます。このずらし旅の体験クーポンで あったので、選んでみました。これね、ちょっと今真下にいるんだけど、見て、2棟のビルがもうね、繋がってるわけなんです。行ってきます。はい、ではここでですね、このずらし旅の、体験コードを使用したいと思います。はい、あ、これでいいのかな。はい、はい、じゃあ、これをお願いします。こちら、入場券と手続きについております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、完了しました。イエイ。じゃあ早速、空中庭園展望台に行きたいと思います。さあ、ということで空中庭園にやってきまして、これですよ、これ、このハートロックっていうですね、推し活の聖地となりつつある話題のね、もう場所なんですよ。いろんな色があるから、みんなその自分が推してるアイドルだったりとかキャラクターだったりとかっていうのの色を選んでメッセージをね入れられるらしいんですよ。じゃ、僕もこれなんか推し活じゃないけど、ちょっとやりたいと思います。ハートロックしちゃいます。はい、色は全10色ございますけども、何色にいたしましょうか。なるほど、悩ましいですね。
カメラマンさんの推しはいます？あ、私ですか。ごちうさのしのちゃんが好きなんで。ごちうさ青。なるほど、緑で行きたいところですが、赤にしてちょっと僕の推しであるリバプールカラーにするっていうのもありかな。赤にします。はい、はい、赤。これってどっかにつけられるんでしたっけ？あの、オプションコアと出ていただきますと、この取り付ける、まあ、フェンスがございます。あ、フェンスにつけられるんだ。記念にも持ち帰りたいこともあります。あ、なるほど。今から刻印いたしますね、はい、おー、ここで結構一瞬でできます。あ、一瞬でできるんですね、すごい。いきます、お願いします。あー、おー、すごい、素敵、はい、完成です。あー、いい。はい、じゃあこのように。わー、ありがとうございます。ご覧いただいて、はい、お間違いございませんかね。めちゃくちゃいいです。はい、はい、一度しかロックできないので、そこだけご注意。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ございます。じゃあこれをちょっと上のフェンスにロックしに行きたいと思います。ありがとうございます。てっぺん頂上に来ましたよ、ついに。あ、すごい、お腹からも眺めがすごい。あ、すごい、すごい、いいですね。うわー、これは夜とか夜景すごい綺麗だろうね。この場所見たことあるんです、皆さん。ヤフーニュースのトップウェイみたいなところで使われてるんだって、この背景が、風景が。もうここに来たからには、俺はもうヤフーニュースの聖地に来たようなもん。これからヤフーニュースにいっぱい乗りまくるということですね、これは。いいニュースを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。ハートロックできる場所があるって聞いたんですけど、どこだろう。そこか。あー、すごいすごいすごい。うわ、見て、うわ、うわ、めっちゃある。ここだ、ここだ、ここだ。ちょっと降りてみよう。死活してますね。ああ、なるほどね。こう普通はこう、ほらこう縦にというかやるけど、人のところのに逆にこう横にこう見えるようにするためにこうしてんのかな。それが協力プレイなのかな、友達との。もうなんなら勝手に侵食してる可能性あるよね。へえ、見てこれ、このビールと引き換えできるんですって。このずらし旅のね、剣でね、ビールカート、カラーポップソーダフロートっていうカラフルなね、フロートとも交換できるんですけど、今回はあえてビールでいきます。ビュートン青リンゴビールいただきたいと思います。乾杯。あ、飲みやすい。あ、アルコールそんなに強くないから、え、本当になんかビールというよりかはカクテルに近いかもしれない。これいいな。さあね、えもうね、日も暮れてきましたよ。まあ、あのガード下だからあれだけどもね、鶴橋にやってきました。美味しいホルモンを食べに行きたいと思います。いや、楽しみ。あ、
からもそうだね。なお山なんか美味しい。なんでちょっとこの辺で見の。一応ね、ハラミも内臓で、ね、こうなるんですけど、声優たるもの、横隔膜大事ですから、ちゃんと言ってもさ、柔らかい、柔らかいんだけど、食感があるしっかり、これが好きなんだよね。いやー、たまらないな、たまらないし、止まらない、いやもうね、満たされましたよ、お腹も心もね。帰ると思いきや締めのデザートを食べに、まだまだスライム旅は終わりません。レッツゴー。はい、ということでいろいろ行きましたし、いろいろ食べました。そんな締め、こちらパフェです。締めパフェをこれからね食べたいと思います。ブルーパフェ専門店パフェテリアパルさんございます。こちらのお店もね、選べるクーポンのところに載っていましたんで、気になったお店ですので、これからね、パフェを食べて締めくくりを飾りたいと思います。別腹です。はい、行ってきます。めちゃくちゃいろんな種類のスイーツが、ピスタチオとチョコレートをはい、かしこまりました。はい、お願いします。いや、これは映えだ、映えだわね。え、なんてすごいおしゃれ、ね、いただきます。最初は最初は大好きな、よいしょ、うん、あ、うまっ。うん、あ、おいしい。カラメルソースが一番下の方にあって、合わせて食べるとこの苦さがプラスされていいですね。こういうのがパフェの良さだよね。ベッドがまた結構大きめだからいい。寝てみる？ちょっと試しに。しゃ。あ、あ、いい。あ、広々。あ、これいいわ。手伸ばせるのもいいわ。いい旅だったな。もう最高ですよ。プライベートでどっかねこうやって来ることってもうないから、何も考えずにこうさ日常から離れてっていうのもたまにはいいですね。おやすみなさい。朝の9時半です。眠いです。朝の晩ご飯はこんな感じです。結構朝からね、がっつりいきます。でもサラダはちゃんと食べるというか。いただきます。よいしょ、まあ、やっぱりまずはサラダからね。朝はお魚をね、ところでサバをね、目が覚めてきた。さあ、もう帰りか。ああ、逆光だな、だいぶ逆光。手をかかめなが、あ、ちょっと、危ない危ない。ああ、それにしても楽しかったな。お土産はこれ。
僕がいつも御用達の天天の一口餃子、そして梅田スカイビルのフィギュア。いやー、ほんと最高だったな。みんなもずらし旅で予約してみてね。詳しくは概要欄に載ってるよ。はー、それじゃあそろそろ寝ようかな。おやすみ、バイバーイ。